加熱の一途をたどる J1 自動昇格権争い、ジュビロのゲームを鈴木啓太さんが徹底解説。そしていよいよ開幕、全国高校サッカー選手権県大会、注目校清水東の強さとは。それではキックオフ静岡スタートです。前節試合終了間際、リカルド・グラッサの執念のゴールで劇的勝利を挙げたジュビロ。1試合の平均ゴール数は 1.8、 シュート数は 13.2 と共にリーグトップ。J1 自動昇格権争いの激しさが増す中、今節も得点力を発揮できるか。リーグ戦残り8試合、ラストスパートが求められるジュビロは前半9分、上原からの浮き球を藤川がヘッド。直近2試合で連続ゴールを決めている藤川がゴールに迫ると、前半28分、先発の古川が得意のドリブルで仕掛けゴールを狙います。後半も果敢に攻め続けるジュビロ、12分、松原が左サイドを駆け上がり得意のクロス、最後はジャーメイン。しかしここは相手キーパーに阻まれます。そして16分、古川から途中出場の18歳後藤圭介、若手2人がチャンスを演出します。しかし1点が遠いジュビロ、ここで怪我から復帰した山田が9試合ぶりにピッチへ。31分にはディフェンス陣も奮闘、鈴木がインターセプトし駆け上がりジャーメインへ。しかしここは誰も合わせることができません。36分にはキーパーの三浦がファインセーブ、ピンチをしのぎます。するとその直後でした、途中出場の山田がチャンスメイク、ワンタッチでジャーメインに戻しジュビロが絶好の位置でフリーキックを得ます。キッカーは松原、しかしボールは枠の外、チャンスをものにできません。勝ち点3が欲しいジュビロ、試合はアディショナルタイム、松原が相手をかわしジャーメインへ。結果は今シーズン2度目のスコアレスドロー、勝ち点1を分け合いました。守備も、まだまだ狙いの形は出ていなかったと思いますし、失点こそしなかったもののまだまだ改善できる部分があると思います。僕自身もとにかく勝ち点3というところで得点に絡むプレーをできればと思ってピッチに立ちましたけど、そこはチームに貢献できなくてすごく残念です。クロスの局面は多少作れたとは思うんですけども、そこからの質だったり、シュートの質、ただもう少し、そこだけではなくてね、他のところからもしっかりゴールを狙えるシーンというのをもう少し作りたかったなというふうに思ってます。いやー、啓太さん、ジュビロは1点が遠い試合でしたね。チャンスは作ってましたけどね、横内監督おっしゃられてましたけれども、やはりね、クロス以外のところでね、アイデア欲しいなと思いましたね。ただこう古川選手など久しぶりにスタメンになった選手、輝いてましたよね。いや本当にチャンス作ってましたし、あと1個何かアイデアがプラスされるとこのゴールに直結するようなプレーになってくるので、ただ成長は、著しいので期待したいなと思いますよ。そして今日は須藤アナウンサー夏休みなんで、私サッカー大好きおじさんとしてちょっとお邪魔しますけども、やっぱりでも守備固めてくる戦いって J2 の難しさってあるんですかね。そうですね、簡単にはゴール奪えるスポーツではないので、そういったところ、ただ
ジュビロの選手たちのクオリティだったらこのね、対戦相手に対してはゴール奪ってほしいなっていうふうに思いますね。でクオリティでいうと高いのはエスパルス、昨日試合なかったんで次勝てば2位に上がるってことですよね、うん、そうなんです、はい、今日試合がありますのでその試合の見どころをまとめました。こちらです。今週 J リーグは8月の J2 月間 MVP にキャプテンの鈴木義則を選出。エスパルスは8月4戦負けなし、2試合で無失点。中でも鈴木は粘り強い守備が高く評価され、ディフェンダー登録の選手として J2 では今シーズン初の受賞となりました。さらに This is This is This is the football J2 月間優秀監督にはエスパルスの熱血感秋葉監督が選出。受賞について指揮官はこいつじゃ頼りねえから俺らがやるしかねえなと思ってるから選手たち頑張ってくれてますから、そこは相変わらずこう選手にこう頑張って追いつくように日々努力してますんで、いろんな方に感謝してそういう、こう気持ちを忘れずにあと9月10月また一心になって戦いたいなと思ってます。今週も今のところ素晴らしい準備できてますんで、必ず金沢の地で勝ち点3を取って帰ってきたいなと思ってます。12戦無敗のチームはこの後21位の金沢と激突。2位ジュビロが引き分けたため勝てば今シーズン初の自動昇格圏内浮上となる重要な一戦。前回対戦では3ゴールを奪い快勝したエースパルス、アウェーの地でその再現となるか。はい、先ほどスタメンが発表になりました。こちら予想フォーメーションです。左サイドにカルリーニョス選手が帰ってきまして、ボランチには竹内涼選手が入りました。ここまで今シーズンリーグ2試合の出場にとどまっているんですが、啓太さん頼れる選手ですよね。そうですね、経験豊富ですし、精神的な部分でも支柱になってくれるんじゃないかなと思いますね、うん、そして啓太さんの注目はやっぱり乾選手ですか。まあ乾さんですよね。乾さん敬意を込めて、はい、もう乾さんですよ。前回ね金沢の時の試合私ちょっと解説やらせていただいたんですけど、 そうです、はい、その時も、まあ、乾さんがねだいぶ活躍されていたので、そしてアイデアありますからね、はい、うん、前節も躍動してアシストしてましたけれども、やっぱり違います、まあ、そうですね、出場停止でしたからね、はい、もう帰ってきたら働いてもらわないと困りますよね、はい、そうですね、はい、そしてこの後は藤枝と首位町田の試合がありますが、これ藤枝が町田に勝つと県内のチームにも影響を与えてくる可能性ありますよね。まあもちろん藤枝はですね、はい、まあ、岩田清水のためにというわけではないですけれども、うん、当然首位とどういうふうな戦いを見せるかっていうところ重要ですし、やはりね一つでも上に行くっていうのは大事ですよね、はい、藤枝としては、うん、首位叩いて連勝となると藤枝も乗ってきますからね、うん、はい、かの町ですからね、ぜひ頑張ってほしいです、はい、さあこの後は高校生たちの熱い戦いがスタート。来週日曜日エスパルスがホームで迎え撃つのは4月の前回対戦で黒星を喫しているヴァンフォーレ甲府。今週水曜富士山ダービーと銘打たれる一戦を前に両チームの監督が火花を散らしました。改めてですけどお二人面識というかそういったあたりはいかがですか。福岡で選手を一緒にやった時にもう大先輩です。あ、大先輩お世話になってますから。ポジションも一緒でした。一緒に一緒に、はい、全然伸びとかせってくれないんです。あら全然伸びとかいかないからと言われてますけれども、ちょっとでも全然チームも1年しか一緒にやってないんだったんですよ。でそれから別のチームだったんでなかなか会う機会もちょっとなくなったんで、はい。甲府の篠田監督は実はエスパルスの元監督、そして去年まではコーチを務めていた人物。エスパルスをよく知る男がチームの前に立ちはだかります。清水はもうみんなね僕も知ってますけれども、前線には今乾がトップ下で輝きを放っているのと、まあ、一番後ろには権田がいて最後の砦がいるので隙がないというか、今清水はちょっと、うん、手強いなというのが印象ですね。富士山ダービーは来週日曜アイスタでキックオフ。 J1 昇格へ負けられない一戦です。前回アウェーで僕らやられてますんで、今度こそホームで返り討ちにしますんで、皆さんに篠さんの悔しがる姿を必ずお見せしたいと思いますので、ぜひ多くの方にスタジアムに来てもらって我々と共に戦ってください。また応援よろしくお願いします。
かなり言われちゃいましたね。俺のこと言う。じゃもう一回。よしよしよかったよかった。絶対使ってくださいよ。これ絶対使ってください。何お前。ウィスパーズのサポーター全員俺って言い回してるんで。それはそうじゃん。こっちホームなんですよ。ダメだろお前。いや篠田監督には申し訳ないですけれども悔しい表情にしたいって思いますがこれ白熱した戦いになりそうですね。いやなんかいいですねこういうほのぼのとした J リーグこれ良さかもしれないですね。まあでもやっぱり清水はねこう勝たないと、はい、富士山ダービーですから、ね、楽しみですね。そうですね、まあ、トークは 3-0 で勝ってる感じありましたけどもうね秋葉監督のこのねいいですよねこうのけとってはい堂々としてると、はい、いけますよこれまで試合も楽しみです、はい、さあこちらも盛り上がりそうです。昨日開幕した全国高校サッカー選手権県大会去年は浜松開誠館が優勝全国切符をかけた熱い戦いがスタートしました。城南静岡と浜松江ノ島の一戦。赤のユニフォーム城南静岡は13番青島の2ゴールで2点差とすると前半27分には直接フリーキックのチャンスに10番望月。その後も得点を重ねた城南静岡見事2回戦進出を決めました。東部勢対決となった三島北対沼津市立前半24分三島北はコーナーキックのチャンスから2番関が見事なボレー。28分には13番上松37分には10番土屋にもゴールが生まれ前半だけで3対0。後半も4ゴールを奪い快勝した三島北2回戦で浜松琴音と対戦します。沼津城北と吉原工業の一戦は0対0のまま後半戦へ。お互いチャンスを作りながらもなかなかゴールを奪うことができません。試合が動いたのは20分、吉原工業がゴール前でチャンスを迎えると最後は8番鈴木優斗がゴール。試合は1対0で終了。吉原工業が激戦をものにしました。その他の結果です。三島南が焼津水産に5対1で勝利し2回戦進出を決めました。沼津西が清流館に3対1で勝利2回戦で城南静岡と対戦します。浜松市立と浜松大平台の対戦は浜松市立が17対0で勝利しました。藤枝北と富士東の試合は PK 戦の末藤枝北が勝利しています。島田が掛川西に3対0で勝利島田は2回戦で第5シードの袋井と対戦します。そして今大会注目校の一つ3回戦から登場する清水東その強さの秘密に迫りました。今年で学校創立100周年を迎える清水東高校その歴史の傍らには常にサッカー部の存在が全国高校サッカー選手権優勝1回準優勝は3回武田信弘さん内田篤人さんなど多くの日本代表選手を輩出した名門。しかし最後に全国選手権に出場したのは33年前。節目の年に冬の静岡の頂点を目指します。2年前にインターハイで決勝行った子たちその時の1年生が、まあ、3年生になってチーム力的には上を狙えるチーム力があるんじゃないかなっていうところで清水東の伝統といえば長谷川健太さんしかり内田選手しかりサイド攻撃の中で、まあ、それがチームのこう特徴であって色であって伝統というかそのサイド攻撃の要が
左ウィングバック山崎太陽選手と右ウィングバック宮野春樹選手。2人は1年生の時からチームの主力として活躍してきました。スピードに自信があって。そう、 50m 走はなんと6秒ジャスト。圧倒的なスピードが持ち味です。まあ、清水東の歴史はこれからもずっと続いていくと思うので、これからの100年のスタートに向けても自分たちが選手権でいい結果を残してその駆け足になれたらいいなって思ってます。そして左ウィングバック山崎選手のストロングポイントは、もともとフォワードだったんで、もう自分が起点になってゴールに一つでも多く関われるようにできたらいいなと思ってます。そんな山崎選手にはある特別な思いが。自分がいいプレーしても、まあ、Jリーガーの息子だからとか言われることもあって、まあ、そういう時は悔しいなみたいな。実は山崎選手の父は清水東高 OB、 エスパルスでもプレーした山崎幸太郎さんです。東高に来たのもお父さんの影響だし、全国大会に行けないんで、まあ、その分背負ってって言ってもあれなんですけど、自分たちがやっぱ全国行きたいなっていうのはあります。父と同じ背番号10を背負い全国を狙います。さらにもう一人のキーマンが3年生の福田新選手。彼の役割が、こういうのとかはミーティングのそういう動画作るときの構成とかもあるんですか。創部以来初の分析担当選手。ミーティングで流す動画の構成から編集も行っています。うちのチームは 100% が出せないと勝てないチームだと思うので、 1% でも 2% でもサポートできたらいいなっていう思います。選手がそれぞれの思いを胸に33年ぶりの全国選手権を目指します。全国行くぞ、キックオン。はい、啓太さんは清水東の解説も2年前のインターハイでなさってますが、気になった選手とかありましたか。はい、いやもうそれはですね、山崎幸太郎さんの反応してました息子さん、はい、僕ね通ってたんですよ、山崎幸太郎さんのお父さんのやられてる治療院に。治療院。まあまあそんなこともある、ありますけど、ただやっぱ伝統的なのはサイドの攻撃ですよね。まあこれは昔から変わらないと思うんですけど、あと分析班がいるっていうのはすごいですね。進化してますね。うん、楽しみ。いやもうチーム一丸となってね戦ってくれると思います。さあ続いては J3 アスルクラロ沼津です。3連敗中のアスルクラロは昨日アウェーで北九州と対戦。両チーム無得点で迎えた後半26分でした。グラウンドは謙信がこの一撃、すごい。エースの今シーズン10点目となるスーパーゴールが決まり先制します。この1点を守り切ったアスルクラロ、4試合ぶりの勝利で4位浮上です。さあそして来週のキックオフ静岡です。J2 エスパルスジュビロの速報、そして高校サッカー選手権県大会の様子もご紹介します。お楽しみに。はい、さあ啓太さんも3年生の時はキャプテンとして戦っていました、はい、高校サッカー選手権が開幕しましたが、どうですか高校生の今思いっていうのは。いやもうねこの時期になると僕ねそわそわするんですよ。啓太さんがそわ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 する、もう本当にねみんなそこにかけてやってきてますからね。そしてねあの高校サッカー選手権といえばもうキックオフですからね。ありがとうございます。本当にもう僕は幸せですよ、この番組に携われて。あの母校の東海大静岡商業も3回戦から登場します。どんな戦い期待したいですか。ね、いやもうとにかく一生懸命プレーしてほしいですけど、縦島のねタイガージャージが全国行ってほしいですね。では最後に一緒に行きましょうか。はい、ではせーのキックオフ。